メルシャン軽井沢美術館は、かつて長野県北作郡三代田町にあった美術館。日本の種類メーカーメルシャンが1995年に開館した私立美術館であったが、2011年に閉館した。1995年、文化、教育の振興と発展に寄与することを目的として、メルシャンの軽井沢上流所に併設される形で開館した。 建物は既存のウイスキー蒸留所の村貯蔵古群を改修したもので、設計者はフランスの建築家であるジャン・ミシェル・ビィルモット。ギャラリーにはヨーロッパの近現代美術作品を展示していた。施設全体のコンセプトは一つの村。シラカンバやカラマツが生い茂る敷地内には、美術館以外にもウイスキー蒸留所やミュージアムショップ、レストラン、カフェが点在していた。 メルシャンを吸収、合併したキリンホールディングスによるグループ内、事業再編により、軽井沢上流所が閉鎖され、付属施設であった、当美術館も2011年11月6日をもって閉館した。開館以来、29回の展覧会を開催し、累計来場者数は90万人超であった。その後、三代田町と地開発行者は、 2013年3月27日付で、メルシャン株式会社から美術館を含む土地を買収。取得した土地のうち、美術館が利用していた土地と建物については、広告写真分野の大手企業、アマナに優勝で対応されることが2017年1月12日に発表された。なお、上流所部分には2018年5月、三代田町が町役場庁舎を移転した。 ありがとうございます。